みなさんこんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は51ページ40番の B になります。4分の6拍子波長調でございます。これをねお勉強されている方、前回の40番の A を見ないでいきなり B から入った方っていうのいらっしゃらないと思いますが、40番の A のところでねかなり詳しく楽譜の見方などお話ししておりますので、必ず40番の A をご覧になってからこちらをご覧になることをお勧めいたします。 B はねかなり難しいですよ。4分の6拍子っていうことは四分音符が1小節の中に6個分入っていると。そして6拍子というのは3個と3個の塊に分けて大きくは2拍子なんですよ。複合拍子ですね。1、2、3、2、2、3ってなんだろうこれ1、2、3、2、2、3となっているわけです。そして8分の6拍子よりは音符が少し長い分ね、ちょっとこうゆったりした感じの2拍子6拍子になりますので、もうねこれねなんだか分かりません先生っていうね方、多くいらっしゃると思います。これはですね、3個ずつの塊まず見つけてみましょうということでね、前回と同じこう全体をまず楽譜の全体を見るっていうね感じで、波長調なんだな、4分の6拍子なんだなっていうのを見たらですね、今度は6拍子の中で3つずつのグループに分けるそのね境目、1拍目と2拍目の境目を見つけますよ。まず1小節目だったらドーソドシラ、ここまでが1拍目なんですよ。ドーソドシラ、2拍目がソーミソファミ、その間にブレスあり、もうここの時点では難しいって感じですね。で2小節目がレミファラソドソミファレっていう感じになってます。タタタタタンタタタタタンっていうリズムですね。そして3小節目ミソドシラレシレドシ、なんか見えてきましたか皆さん、このグループ分け1拍目と2拍目のグループ分け、この真ん中辺に適当に分けないでくださいよ。ちゃんと数えて、ちゃんとここに分かんなくなっちゃう人はここに線引いといてください。そしてもうね4小節目が激難しいんですけど、ラシドシラソ、これ一塊になってるからここが一拍でいいんだねって、ここまでは良かったんですよ。2拍目のリズムがラレシソーソラレシソーソシソーソっていうシンコペーション入ってますので、しかもここでブレスしなくちゃなんない、あーみたいなね、ラシドシラソラレシソーソっていう感じになりますよ。で次もね、次も難しいになっちゃう。ラファミレファラソシラソで大丈夫ですか。この1拍目と2拍目の間にねタイが入っちゃってる、さあもう最悪っていう感じね。何が最悪なのか分かりませんけど、最悪ではないんですよ。美しい曲になるためにはこう複雑なリズムが必要なんですよね。だからいつもやってる通りタイを取って歌いますと、歌ってないねまだね、解明申し上げますと、ラファミレファララソシーラソラソシーラソっていうのが2拍目の塊になりますので、これをくっつけるとラファミレファラソシーラソってなりますね。そしてブレスがついてるからラファミレファラソシーラソ、こんな感じになりますね。そして6小節目も5小節目と同じリズムですので、ドラソファラドシレラシ、大丈夫ですか。ドラソファラドシレラシ、こういう風になりますね。
そして7小節目、これはね1小節目と同じ感じのリズムですので、ドソラファラレラシソシ、そして最後の最後でもないね、8小節目は5小節目と6小節目と同じグループ、ミレシドラファミソファレドーン、9小節目がドーンってなりますね。こんな感じです。じゃあやってみましょうか。早く解明書を歌えってね思ってた方、ここから見てくださってるんですかね。では解明書の方歌わせていただきたいと思います。かなりこれね2拍子で取るので遅いですよ。こんな感じ、いつが2拍目なんだか忘れちゃいそう。こんな感じですよ。1、2、3、2、2、3、こんな感じのカウントでいきますよ。じゃあいきますよ。1、2、3、2、2、3、どうぞどうぞ。でやってみましょうかね。ちょっと6拍子でカウントをねつけた方が分かりやすいかもしれないので、それではね6拍子で落ち着いてやってみましょうか。これぐらいでいけるかな。 1、2、3、2、2、3、どうぞどうぞ。もうちょっと遅いバージョンで6拍子でね、まあ、6拍子で取ると今度ね 1、2、3、4、5、6 っていうカウントになっちゃうと急にドソドセラソミソファミってこういう風な音楽になってしまうとですね、4分の6拍子感がなくなっちゃうんですよ。だからどこかにドソドセラソミソファミレミファラソドソミファレ、こういう重みが1拍目と2拍目、こう皆さんがね今さっきやったこの1拍目と2拍目の区切れ目の頭のところに重みが来てるっていうのを絶対感じながらですね6拍子で歌ってみましょうか。じゃあもう一回やってみますよ。これでね 1、2、3、2、2、3、どうぞどうせらそうみそファミレミファラソどうぞみファレみそどうせらそ
体を揺らしてみましたけれども、まあね、皆さん歌ってる時私見てないと思いますので楽譜見てるからね、楽譜見てるから私見てないと思いますけれども、このなんとなく私の1拍目と2拍目の思いが伝わったでしょうか。これが伝わってると嬉しいんですけれども、頑張ってね、練習してみてください。それではまた。